ラジー同士の収録長い人今立つです。第1回プレッシャーに打ち勝つ選手権、わー、まあ、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、お題は趣旨を説明します。皆様当たり前のことは結構当たり前にできるじゃないですか。ええ、ただでもやっぱり当たり前のことでもミスることってたまにありませんか。まあ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 、まれに、まあまあまあ、で今回やっぱりそのミスる時の状況って結構プレッシャーかかってる時多かったりしません？そうでもないか。手が震えたりとか緊張してしまうとかよくありがちですよ。緊張してる時とか、あと油断してる時とかにやっぱりミスること多いと思うんです、ええ、で今回の企画としては、簡単なゲームを3つご用意しました。ミスった場合罰ゲームということで、罰ゲームをここにつけたんですけど、まあ、罰ゲーム内容、ビリビリペンです。あー、まだ1回もやったことね。俺を潰しに来たな、お前。罰ゲームがあるということで、罰ゲームがマッキーをやってもらって、はい、でっていうのをやっていきたいと思います。じゃあ、ということで何か質問はござる？ない。はい、じゃあそれではやっていきたいと思います。それではやっていき、マジマジマンジ。はい、ではやっていきましょうか。ほら、行きましょうか。第一種目、ボール投げ。やっていきたいと思います。利き手簡単なんで逆手で。で、上に投げます。キャッチが一工程。ミスるまでやっていきたいと思います。で、一人一回ずつやってぐるぐる回していくと。そう、ぐるぐる回していく。ミスったら罰ゲーム。他のミスの仕方は？いや、もう落ちちゃダメ。上はどんだけ上げていいと。天井はなしで。ということでやっていきたいと思います。いきます。はい、はい、セーフ。まあまあまあ、俺にかかれば罰ゲームは恐れちゃダメよ。じゃあ、マウガキさん、お願いします。お願いします。はい。おい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 うわ、今なんかよ、なんかちょっと2回ぐらい落ちてんやった。気のせい、見すぎたっす、ボールを。はい、いきまーす。うわ、怖えなんかもうつけますか、そろそろ。3周目っすよ。そうですね、じゃあ片目閉じてもらって投げてください。おお。じゃあ行きまーす。もっと急に緊張してきた。行きまーす。どうぞ。はい、行きます。はい。ポブねー。いや、距離感わからんくなるよ。片目はマジで。全然いける。逆に近い。逆にぼやける。行きまーす。逆にぼやける。どうぞ。逆にぼやける。普通に終わったな。おい、でも球上げる位置は低いね、やっぱね。もっと野球はいかないからね。もう野球部おらんち、野球部。いきまーす。うわ、怖え。おじゃあ続きまして、投げます。上を見ない、上を見ない、ここだけ。うわ、これ相当むずいと思う。これさ、待って、俺押した瞬間罰ゲームや。うん、俺もしミスったらもうみんなやらんってこと。いや、もうそう。じゃあそれはもう一周します、ちゃんと。いや、一周は絶対、一周は絶対します。上を見ちゃダメね。上を見ちゃダメ。え、仮にさ、この面玉ももうこれもなしやろ。もうこれ、もう上向いたって、このもうカメラが判断したらもう、ただし体に当たってキャッチするのはまあセーフにしましょう。あー、右手は掴んでる。右手は掴まなければいい。いきます。はい。わー、むずっ。うわー、セーフ。セーフ。あのね、当たるかもしれんよ、マジで。下手したら。どうぞ。うわ、やばいよね、やばいよね。うわ、うわ、うわ、これやばいな。マリコは、あ、これはもうせんでいいか。大丈夫です。いきます。
大丈夫ちょっと今すいません上向いてなかったですか。ちょっとだよな上見せいきます。なんで上見るの。見ちゃいかんて。どうぞ。おい、いきます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、だって分かるよ。じゃあ今やりすぎ。いきます。落としたね。うわっ、これどうやった。うわっ、これ落としたくない。もう一回来てほしくね。落とせ。いきます。うわっ、チャレンジしすぎた。いいアウト。チャレンジしすぎたわ。後でまとめてやります。じゃあ長木さんどうぞ。いきます。今度見ててほしいな。おし、今見たよ、今上見たよ、上見たよ。めっちゃ今カメラめっちゃわかるよ。見えんところかいからフィルチー。嘘やろ。そう、現象ですね。いくよ。当たり前のことじゃねえ。マジ嫌だやけど。そもそもきっかけが違う。当たり前じゃないやん。当たり前のあの目見る見るなとか言わないよ。じゃあランマルさん。次に連続失敗したちょっと緊張する。ランマルさんどうぞ。お願いします。ほんと無理。あ、長木さんお願いします。どうぞ。もういい。あー、いった。芸人や、芸人。じゃあお願いします。いった。慣れちゃいかんやろ。次行こう。よし、続いて2回戦目。ペン回しをします。ペン回しね。ペン回し、どういうペン回しですか。いろいろありますよね。まあ、ベーシックなやつ。ベーシックなやつ。あ、それでキャッチしたら終了です。それのみと。それのみ。ただなんかおしゃれにやってもいいですよ、皆さん。はい、行きましょう。じゃあ僕からいきます。いや、俺ちょっと不安ないよな。いきます。そもそも回し、すごい。ああ、うっすら当たり前って。当たり前じゃないやん。じゃあ自分でこれやりたかったの。わかできんって分かっとるやん。じゃあ続いてラマルさんお願いします。怪しいラインよね。俺らはちょっとあれやけどさ。そうですね。さっきのはキャッチしきれてなかったですよね。見とったっすか、ちゃんと。あ、見とった見とった。こうして、あ、今スペシャル。わかりました、わかりました。素材ね、素材ね。うん、いきます。わー、さっきみたいな。
面にあの握り替えて落としただけじゃないですか。じゃあどうぞ。はい、いいぞ。はい、あーもうやってるんですね。もうやってます、いつも。罰ゲーム、はい。なんだこれ。いきます、しっかり握っていきます。あー、いったいった、リアクション芸人、リアクション芸人やお前も大概やけんな。リアクションしづらいって思ったね。確かに確かに。頑張れ、はい。もうおー慣れてる、大勢ついよ、大勢痛いけど、これ触ってみて、びっくりした、マジでびっくりした、慣れすぎてちょっとあんまり痛くない。最終競技、ペンです。同じくまたペンなんですけど、回してキャッチ、あ、それから誰かで、誰かで、誰かでっていうやつ。あ、そうです、そうです。じゃあ同じ方向ではない、別に同じ方向じゃなくて、できるタッチできるならいいと。じゃあ松崎さんから、あーです、あーせーせー、持ってきた方がいい。あー、もう固まるもん、手が。プレッシャー、プレッシャー、手が固まるもん。自分で持ってきたらもう、いや、いや、あっ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 、勝ちって言ってない、言ってたよ、言った言った、めっちゃ痛かった今。こんなことある、待って、また顔が悪いもんだって。やばい、あいつやばい、めっちゃ痛かった今。いやでもマジで聞こえた、嫌な、もった顔が悪い、やばい、もった顔が悪いよ、だからもったって言ったけど、やばすぎやな。いや今のほらダメージ食らったけど、ダメージが出る。あーもうフィアじゃないもんね。電気パワーズ、はい。じゃあいきますね、行こう、いきます、はい、行こう、よし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 、やっていこう、やっていこう。ちょっと投げ方がちょっとあれ、マジ怖い、今ささっと投げちゃった、写真出してください。やれ、上げた方の逆の手、あー、これじゃないもん。はい、すぐ、はい、すぐ、はい、すぐ、すぐ、はい、すぐ、すぐ、すぐ、はい、すぐ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 、背負って、おー、もう変わった、お前よーし、あー、はい、ということで、まあ、今回の当たり前体操ですか、当たり前にできるのが結果、我々は当たり前にできることができない人。そういう結果になりました。皆さんもぜひあのこういったゲームやってみてはいかがでしょうか。ということでね、この動画が良かったなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また芋たつ芸人なんじゃないかと思った人はコメントでお伝えしていただけると非常に助かりますので、コメントの方よろしくお願いします。殺到する。はい、また次回のビリビリペンでお会いしましょう。バイバイ。